着いたな。そうだね。ようやく出てこられましたよ、パパ。うん、後で落ち。そうな。ユイ、ここ。はい。ここはまだ新エリアの入り口、浮島。ここから一つずつ島を攻略していき、移動。つまり次の島に行けるようになる。なるほどな。さて、ここで新しい ALO のプレ。大丈夫。それより早くし。分かった。攻略が。ああ、早く先に進めよう。お兄ちゃん、そろそろ待ち。ああ、そうだな。天衣門はどこだろう。パパ、こういう時はマーク。マーカー？そんなものあったっけ。シュバルト・アールブヘイムが実装された時に配られた。ユイ、ちょっと説明してもらえるか。はい、わかります。なるほど。このマーカーが指している方向に行けば。ああ、そうだな。活用で。では、天衣門についてさ。やっぱり初めての町に降り立つと。宿屋や商店などの基本的な施設はもちろん。そうなんだ。あとで。あ、パパ、少しいいですか。既存の ALO の町中と違い。そうか、新エリアの町はそも。はい、ですが、ここ新しいダンジョンやクエストも多数追加。それだけ遊び応えがある。こりゃ。アスナたちが到着したな。やっぱりあんたたち待ち合わせじ。仕方ないですよ、リズさん。キリトさん、ほんとあんたって欲望に忠実というか、団体行動。まあ、それがあんたらしいっちゃあんたらしいけど。ここ数日キリト君ずっとそわそわしてた。ヤッホー、キリト、相変わらず元気そうだね。キリト、相変わらず早いね。すまんすまん。おいおい、さっきから俺たちのこと忘れた。クライン、ウェギルも来てくれたんだな。ネットでも話題になってた前代未聞の大型バーゲーマーなら公開直後のログインは基本だろ。しかし俺たちも水凶なもんだよな。あ、そうだね。アインクラッドで2年以上も戦く。またみんなでこうして集まれるだなんて。ああ、俺たちはあの場所でいろいろなことを経験し、あの時生まれた絆があるからこそまたみんな一緒に。どうしたよキルト、なんだか。さあ、そろそろ行こう。もうたくさんのプレイヤーたち。
腕が鳴るわね。どんな新しいお宝が眠ってるのかな。さあ、新しい素材を見つけるわよ。俺も新商品をどんどん仕入れるぜ。ピナ、頑張ろうね。おうよ、俺もかっこいいとこ見せて。データの分析は任せてください。私も頑張っちゃうよ。おお、みんな気合い入ってる。行こう、キリト君。ああ、スバルト・アルブヘイム攻略開始。ああ。俺の名前は霧ヶ谷和人。でも今となっては価値を持つ名前、キリト。2022年 VRMMO と呼ばれるジャンルを確立し、ソードアートオンライン、それは五感を全てシミュレートし脳に近しい。開発統括の茅場明彦はただの疑似世界の遊びではなく、ゲームオーバー、プレイヤーたちのログアウトの条件は。そして2年後ようやくゲームはクリアされ、その犠牲はあまりにも大きく、ログアウトできたプレイ、俺たち SAO のプレイヤーだった者は施設に。新エリアに上陸したわけだけど、まずは固定し、いろんなのがあるみたいですけど。それなら、手軽にできそうだから。キリト、その小手調べくん、フィールドに出て天井門から北東にあるダンジョンと、それほど強い敵もいないだろうし、様子見として。素材になるアイテムがあるらしいから、装備強化に使える。装備が鍛えられる素材は魅力的ですね。私も欲しい食材があるの。楽しみだな。それじゃ決まりだな、二手に。さて、こっちのパーティーの目的地は天井門から北東にある。メンバーは俺とアスナ、リーファ。今回はこのメンバーでパーティー編成は、宿屋グリーンカムビ、金冠の。ここでパーティー編成ができ。はい、編成できるのは。編成に入れたメンバー以外はどうな。バトルには参加できませんが、一緒に冒険バトルに参加するメンバーを変更したいときは、今回パパが編成できるのは。早速やってみてください。俺の出番だな。うん、楽しみだね。頑張るわね、任せておいて。これでいいか。バッチリです。準備ができたら。ああ、冒険に出かけますか。腕が鳴るな。また冒険できるの楽しみ。敵が強くても私が守…遠距離攻撃は任せて。さて、俺たちの目的地、早速マーカーを頼りに進む。